全国のアポロ計画で使用されたサターン V 型ロケットの第一弾ロケットである。ボーイング車製造。多くの他のロケットと同じように SIC の発射時における2000トン以上もの重量のほとんどを占めるのは燃料のケロシンと酸化剤の液体酸素であった。全高は42メートル、直径は10メートルで3465トンの水力で機体を 高度 61km にまで到達させた。5機の F-1 ロケットエンジンの内中央の1機は固定されており、ジンバル機構を備えた周囲の4機で飛行を制御した。ボーイング社が SIC 製造に関する契約を獲得したのは1961年12月15日のことで、この時にはすでに基本的なデザインは、マーシャル宇宙飛行センターによって決定されていた。 必要機器の製造はカンザス州ウィチタで、風洞試験はシアトルで、全体の組み立てはニューオーリンズの名刺組み立て施設で、それぞれ行われた。MSFC はウィチタで製造された部品を使い、まず試験的に3機の実験機と2機の飛行試験機を製造した。燃料タンクの製造には7ヶ月から9ヶ月、全体の完成には14ヶ月かかった。それらをもとに、 ボーイングは実験機 SICD を製造した。SIC 使い SIC を構成する部品のうち、最も巨大で最も重いものは、重量21トンの水力支持装置である。これは5機のエンジンが発生させる水力を受け止め、確実に機体に伝える役目を持つ。発射台には、長さ4.3メートル、重量816キログラムの4本の、 アルミニウム製の怒りでつなぎ止められている。機体底部に設置されている翼は、1、摂氏100度まで耐えられるように設計されている。名刺組み立て施設で製造される、S-1C-10, S-1C-11, S-1C-9 水力支持装置のすぐ上には、容量77万リットルの燃料タンクが設置されている。 タンクそれ自体の重量は11トンで毎秒7300リットルのケロシンがエンジンに供給される。燃料は発射前には窒素の泡を混入して攪拌され、飛行中は液体酸素タンク上部に設置されているヘリウムタンクから供給されるヘリウムガスで加圧されている。燃料タンクの上には容量120万4000リットルの液体酸素タンクが設置されているが、 両者の間には温度差を絶縁するためにわずかに感激が設けられている。このタンクは技術者たちの苦心の産物であった。なぜならタンクからエンジンに酸素を供給するパイプは直線であることが要求されるのだが、そうなると必然的にパイプは燃料タンクの中を通らなければならないからである。常温のケロシンの中に摂氏183度の液体酸素を通すためには、 その周囲の燃料を凍らせないようにする工夫が必要だったし、また燃料タンクの上部にも穴を5つ開けなければならなかった。エンジンを覆う塩水状のフェアリングの中には、それぞれ2機の切り離し用の固体燃料ロケットが装備されている。燃焼が終了すると、SIC はこの小型ロケットを噴射させ、第2弾から引き離される。エヴァンゲリオン新劇場版、旧本作は、 エヴァンゲリオン改めに号機ベータが SIC を燃焼、分離するシーンから始まる。ありがとうございます。